村井さんどうしました？村井さん。マックス村井の恵方巻きわさびバカ団ドッキリ。今回のドッキリはマックス村井さんに恵方巻きを食べてもらい、最後まで食べるとわさび爆弾にたどり着くというドッキリです。シンプルですね。じゃあ仕込みの方行ってみましょう。さあ行くぞ。行くぞ。いや、それで言うと僕も有料パートでやりたいことありまして、なんすか？マックス村井をもっと跳ねさせよう計画、鉄板コンテンツをやりたいなと。おー、やりましょう。ということで、はい、この後も盛りだくさんだと思いますので、ぜひ入会して続きをご視聴いただければと思います。じゃあ歓迎手補足聞かれます。はい、ズバズバ。さっきちょっとじゃあいいですか、私の鉄板コンテンツ。ああ、いいですよ、どうぞ。いや、少々お待ちください。はい、一瞬で戻ります。はい、皆さん、はい、恵方巻き食べましょう。なんでかっていうと、私聞きました。友達に、まあ今こういう事情でアップバンクの YouTube チャンネルやってんだけど、数字の通りコンテンツなんだと思うと、そいつが言いました。この前女の子が恵方巻き食べてるのがすごい良かった。下ネタじゃねえか。女の子が恵方巻き食べるだけで数字伸びるんだったら、マックス村井が食べたらもっと伸びるに決まってんすよ。私怪しんでますよ、先に言いますけど。なんでそういうこと言う。で、はい、調べました。はいはい、恵方巻きの方角、今年はどっちですか？北北西。今あなたが座っているウェブカメラの方向です。本当にウェブカメラの方向、ドンピシャ北北西で調べたんですよ。恵方巻きの作法、今年だったら北北西に向かって食べる。2つ目、食べ始めたら食べ終わるまで喋っちゃいけない。で、あと食べる方法が箱を開けて手前側から食べる。この3つです。うーん、いらない？いらない、いらない。あ、そう。じゃあマックス前の恵方巻きです。海鮮恵方巻き。お醤油はちょっともうさすがに。醤油はいい。はい、じゃあどうぞ。いただきまーす。いただきまーす。うんふん、うんふんふん、うんふん。いや、しゃべっちゃダメ。うんふん、うんふん、うん。はい、スタート。こっからはいいですよ。もうちょっとよりで。いいですよ、これバズりますよ、村井さん。カメラ動かせない。村井さん、ちょっと右って、あ、そうですね。食べてるところが見える。あ、いいですよ、村井さん。いいですよ、村井さん。これはバズりますよ、村井さん。鉄板コンテンツ。いいですね。卵が出てきた。ああ、ちょっと。ちょっとこの展開は予想してなかったな。本来どうやって食べるんだろう。村井さん、じゃないな。村井さん、村井さんどうしました？村井さんどうされましたか？村井さんどうされましたか？村井さんどうされましたか？村井さん、ドッキリですよ。村井さんどうされました？どうしました、村井さん。
どうしたんですか？恵方巻きでわさび爆弾ドッキリです。やっぱり途中までめっちゃ美味しかった。なぜ私が開けて手前から食べるって言ったかわかりますか？奥の方にお釣りが。その通りです。恵方巻きに手前とか奥とかそんな習慣ありません。ないのかそれは。それは嘘です。はみ出ましたね。はみ出ましたね。食らい手として本当に申し訳ないことをしてしまったんですが、はい、気づきましたか？いや、飛び出した卵にわさびがねっとり塗ってあるんですよ。塗ってあった。で、私はそこで気づいたんですよ、はい、これはわさびだと。ただ、はい、大したことなかったんですよ、うん、途中まで。あ、全然これ美味しくいけるやんと思って食べ進んでたんですよ。そしたら途中でめちゃめちゃ来たんですよ。気づいて余裕やんっていう後にめちゃめちゃ来たんですよ。中身が偶然押し出されてはみ出てたんで行ったろって思ったんですけど行けなかったっす。辛くて。結構えげつない量でしたよ。こういったものを作っていただきました。これをズブッと刺してこのように。何をしとるん？このわさび爆弾が5発入ってます。なんでそんなに言ってんだよ。どこに言ってんだよこんな注射器。